広さ7枚のカードを使って、そうね、7対7のバトルでございますからね。いやすごいね、下画面でもね、もうバリバリ動いて大切使わないで、下画面でね、こうスキャンするときにモデルが出てかっこいいよね、またね。さあ、7枚のカード、はい、ソキ君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 バーサス、後ろ、そう、え、一郎はそっちにさっきのセルいるんだっけ。内緒です。セルいる？います。みんな教えてさ、セルいる？硬いね。なんか使うときはいいけど、使われると嫌だよね。こっちが、まあ言うなれば、こっちの画面が一郎の、あの今前に映ってる画面、はいはい、こちら、向かって右側の白い白衣を着ております、はいはい、一郎のデッキになっております。まあ何も少ないですけど、まだやっていきたいと思います、はいはいはい、さあ、登場いたしました。7体の構成が登場です。ずるいよな、何がいいの。さっき使っててすげえ楽しかった、開けたけど。さあ、いよいよバトルの開始でございますよ。7対7のね、このロープのキャラクターの DC スーパーキャラクター。なるほど、はい、なるほどね。結構自信ある？あ、ちょっと、ね、どっち勝ちそうかね。どっち強そう、どっち勝ちそう。こっちは天津飯と17号と別に引いた悟空の壁仙人。そっちはえデッキですか。はい、教えて。トランクスでのこれ4段のキャンペーンですね、はいはい、4段のレアの孫悟空で、はいはいはい、UR のトランクスでの、はいはいはい、レアのマシンプーでのベジータでのフリーザでの、はいはいはい、ゼロということでゼロデッキですね。ゼロゼロゼロ、はい、こっちが割とこうアニメ系のデッキだね。そうなんだよね、ゼロデッキで、あっちがねアニメデッキなんだよね。さあさあ、どう出てくるの。見え見えだよ。あ、ごめん、ちょっとあの、ね、忘れてましたけど。さあ、硬いですよ。さあ、このようにまずラウンドではですね、作戦を決定します。で、その作戦決定後、戦闘力が高い方から攻撃ということになります。そうだね。じゃあまずこっちを早期の先手。さあ、ここでチャージインパクトが始まります。大事よ、気持ちよ、ダブだ。あー、さあ、ここで私のパーツとおとらげない、ありがとうございます。全くおとらげない、盛り上げがない、ダメだ、これは。いやー、ちょっと本気出しが本気出しが、いやー、セルかっけーなー。さあ、そして私の攻撃です、セルゼロ。チャージインパクト、さあ、ヒット対セルゼロです。おー、いいねー。さあ、パーツ、おとらげない、おとらげない、よっしゃー、おとらげない。一郎、はい。そして次やばい、本気だ、相手本気にしてる。あ、どっちかちょっとやらない、ただまあこっちまだ2番ありますからね。さあ、ここで先ほど説明したスーパースマッシュあたり見せていきたいところです、はいはい、そうだね、こっちも2ラウンドではいろいろ仕掛けられるからね。まあ、HP が2万、こっちのソフトが2万で、イチローが2万だから、これこちらも2万で、一緒、ほぼ一緒ですね。さっきのはなかったもんね、ちょうどいい。さあ、ここでですね、相手が何か仕掛けてるね、やばいね、これ。さあ、ここで2ラウンド目のですね、作戦を決めていくターンになっていくんですね、はいはいはい、何やるんですか、はい、さあ、前には出てきましたが、はいはい、サポートエリアという一番下のエリアに入れると回復、前に出すと攻撃という非常に単純なカードゲームなんですが、はいはい、このように巨大化モード等ですね、いろんなカードアクションアビリティ、タッチアクションアビリティがあるので、みんなこれ非常に戦略深いんですね。さあ、カードを回して力を貯めていきます。セルセルの力が溜まっていく。セルどうなんの、セルどうなんの。さあ、パワー解放、さあどうなるのか。うわかっこいい、ちょっとおどろおどろしいですね、これは。すごいよ、うわー、すげーでかいね、すごいかっけー。そんなの持ってる、いや、なんか多分シューズですね。さあ、さらに前を見ていただけると思いますが、はいはい、こちらデジータゼロと私の持っている孫悟空ゼロ、はいはい、合体しますよ。出たー、うわー、ほたらはい、コタラ合体でこちら、ベジットゼロの登場です。もう見せ場終わったね、そっちは。あ、終わりました。はい。はい、なんかあるんですか？アベロさん、そっちのデッキなんかあるみたいですね。もうちょっとキャンペーン重視だから、こっちでセルに勝てるでしょ。亀仙人しかいない、こっちは。またなんかやってる？
あげられないよ。単純な要望を伝えられましたが、さあこの後2ラウンド目どうなるのか。はいはい。あ、さっきからね、今反映されてますね。こっちはすげえな、いっぱい持ってるね。みんな結構カードのどんぐらいですか。結構キャンペーン通知だから手度は多い。え、すごい。じゃあスラッシュ出したいな。失礼か、失礼。やばいね、ライトセンスでかいね。これは2ラウンドが終わっちゃうパターンかもしれないね。あ、これですね。ヒーローエナジー。なあなあなあ、いけるね。これもうまくね。さあ、敵チームで何か動きがあるようです。壁仙人が力を貯めて巨大化するのか。これもいやいやいや、足ないな。見たことないですか。どうなんですかね。さあ、今カードをこすってこすって切り抜くんだ。壁仙人が、すげえ、うわー、フルパワー。壁仙人、フルパワー。壁仙人負けないね。セルに負けずと大人しい。やばいぞこれは。いいね、壁仙人。モリモリセルでかすぎる。画面に入ってないセルが。さあどうなるか。圧倒的ですよ。さあこっちが先手を取って決めるんだよ。これ緊張しないんだよ。さあパーフェクト一応また出せるのか。大人げなくやってやります。どうぞ。よっしゃー。こんな簡単に勝てると思わないでください。さあこっちミラクル出したいね。ミラクルでパーフェクト。いや見て、カムセンに見ててる。カムセンにここは防ぎたい。おっしゃー、きたー。さあこっちのただいま前に出てるのがね、一郎の顔面です。私の画面はまだ動かないので少々お待ちください。このチャージングで負けるのに2つ当たってしまうか。うわ、マジか。はいはいはい。うわー、まだやばい。いやー、これ成功したら必殺技の大チャンス。うまいな。やばいベジータと、もっとファイナルフラッシュ。かっけー、強い。ガンスと壁を張れば。待って。さあ、前の画面では未来が見えてますが、どうなるか。パーフェクトを出すと、ガチだね。ちょっとね、ずるいよね、パーフェクトね。ずるずるないからね。まあ、チャージ一発がそれだけ大事だからね。チャージ一発が成功しないと、必殺技が出せないから。さあ、トリプルが始まってしまった。私の HP は2000くらいしかないと。勝てるぞ。やばいよね、やばいよこれ。これ勝てるな。しないで練習してきたんだけど、負けてるよね。さあ、トリプルアタックが取ると、こちらもトリ3枚をカードアクションアビリティです。使って、下画面でこうね、3枚のカードをこう動かして、それとエースが合わせてこう動くんですね。さあ、17号。まあ、ぜひ下画面も皆さん見ていただきつつ。そして、いや、エースすごい。さあ、なかなかこの3人のトリプルアタックなんて見れませんからね。いや、いいね。そして誰が来る？ベジータだ。いや、いいよ。これ大画面で見るとまたすごいね。ちょっと、もう線を切ったんですけど、カメラさん、これだけじゃ終わんないよ。どうすんの、どうすんの。え、まだあるんですか。あー、成功だー。スーパートリプル成功でございます。どうしよう。ダメージが2倍。もうこっちのみんな喋らなくなっちゃいました。いやー、でも勝てたんじゃない。避けてー、避けてー。危ないー。いやー、負けちゃいました。あんだけパーフェクト出してんのにね。よっしゃ、タッチー。よっしゃー。はい、ありがとうございました。